はい、はい、どうもすいません、よろしくお願いします。よし、あ、終わった。はい、はい、大和運輸に今日は行ってきました。今日は日常、私の日常にちなんでまた商品の紹介をしていこうと思います。今回おすすめする商品なんですけれども、こちらのスマホホルダーになります。こちらのスマホホルダーはマックスインさんからまたご提供いただいたものになっております。で、今日は実際自分が車に乗りながら、こちらの最大のライバルになりますデザートウエストとの違いの観点で、このマックスウィンのスマホホルダーのレビューをしていきたいと思います。で、こちらのスマホホルダー、まずすごいいいなって思うところは何かと言いますと、もう見ていただいてお分かりいただけると思うんですが、このステアリングのこの間にスマホを設置できるということになります。それによって何がすごいいいのかと言いますと、自分がこう前を向いている状態、この竜の中にこうスマホを置けるということと、もちろんこのメーター周り、まあ、こういったものも視界に入れるために、まあ、自動車に関してはここにメーターがあったりするわけなんですけれど、このエリアにスマホを設置できるということが最大のポイントになります。で、かつもう一つありまして、ここに置けるということは、まあ、当然前が遮られてしまうと置けなくなってしまうわけなんですけれども、こちらは形状がこのような形で少し独特な形状になっています。なので、ここにスマホを設置したとしてもメーターの邪魔にならないと、まあ、いうことから、この真正面にこのスマホホルダーが置けると、まあ、いう構造になっていると、まあ、いうところも大きなポイントになります。で、こうやって今実際走行しているわけなんですけれども、メーターも全く被っていないのがお分かりいただけるんではないかなと思います。まあ、実際これがあってもなくても全く変わらない状態ですし、運転がしにくいということも全くないです。で、かつ、まあ、スマホ、まあ、ホルダーを置いてるっていうことは、まあ、当然運転しているとき、もちろん運転しているときにスマホ見ちゃいけないんですけれども、やっぱりこう気になってスマホを置いて、まあ、スマホで何か起きているのかっていう、まあ、情報をキャッチするっていうのは、まあ、常日頃ずっとこう皆さん行っていることだと思うんですけれども、できるだけ安全に使える方がいいに決まっていますので、まあ、そういった意味からこのマックスウィンのこのスマホホルダーは非常に優れていると言ってもいいんじゃないかと思います。で、さらに真夏、非常にこう今暑い時期で、今も見ていただくと39度、外気温計今39度になっておりますが、非常に暑い、まあ、そういった状況の中で安いスマホ、今までのスマホホルダーですとこれ吸盤タイプでも取れます。正直で、ここ今炎天下でめちゃくちゃ暑くなるわけなんですけれども、もうここの吸盤の糊がものすごい安っぽいものになっちゃうとすぐに脱落します。もうスマホを置いただけでもスマホの重さで脱落してしまうわけなんですけれども、まあ、そういうのが全くありません、このように。で、こっち今ちなみに比較用にデザートウエストを置いてあるんですけれども、デザートウエストはもう全く脱落するという心配すらないです。ものすごいもうしっかりとがっちりと固定されている。この夏場だってもう全く関係ないです。がっちりと固定される、落ちることがもう全くないぐらいで、これ第5世代の最新のモデルなので、
もうこの吸盤がさらに強化されているわけなんですけど、もう落ちることが、ね、全くありません。でこのマックスインはどうかというと、マックスインも落ちません。非常に硬い。これずっと真夏の炎天下の中これ置いて使ってるんですけど、落ちません全く。これステッパゴンの場合ですとここ開くわけなんですけど、ここちゃんと蓋もちゃんと機能してるし、外れることが全くないのがお分かりいただけるんじゃないかなと思うんですが、非常にもうこのデザートベストとこの吸盤のこの接着力というのは遜色ないと言ってもいいと思います。なのでこれはデザートベストに代わるスマホホルダーと言ってもいいんじゃないかなって思います。ただまあいいところだけではやっぱりなくて、商品って全てが長けてるっていうことはやっぱりさすがになかなかなかったりする。いいところももちろんあるし悪いところもあって、でいいところから悪いところを引いた時にまあいいなって思えるかどうかっていうのがすごく重要なポイントになってくる、選ぶ上での重要なポイントになってくるのかなっていうふうに私は最近思うわけなんですけれど、これは横に向けてスマホを見たいといった場合にすごく便利なスマホホルダーになります。縦にしてしまうと、これもちろん縦にもできるんですけれども、この使い方ですと、まあ、ステッパーゴンの場合だと、まあ、ここが僕の上ではすごくベストだっていうふうに判断してここにしてるんですけれども、まあ、このように、まあ、もちろん縦にすることもできるんですけど、縦だと今度この場所がねあんまり良くないっていうのが、まあ、ちょっと僕の中ではありまして、まあ、ステアリングがありますんで、ここだともうステアリングのホイールが邪魔になっちゃってスマホ見れないわけなんです。そうするともうここに置くっていうことが成立しなくなってしまうんでダメなわけなんです。で夏場って結構難しくて、エアコンの吹き出し口こうあります。でエアコンこう当たんないと、もう今こう40度近くなってるんでかなり暑いです。正直だからもうエアコンのこの風を体に当てないともう熱中症になっちゃうぐらい暑い。僕なんか特に暑がりなんで、ここはできるだけ塞ぎたくないっていうのがあります。でもスマホホルダーこういったところ、エアコンの吹き出し口の上とかに置いてやると携帯こうさらに置くんで塞がっちゃうっていうのがあります。そうするともう今度はエアコンの吹き出し口が塞がっちゃって風が当たらないっていうこう少し不満が出たりするわけなんで、こう設置するっていうのも結構難しかったりします。まあ、これはこの評価っていうのは車によっても大きく変わってきます。正直なところなので一概にどのスマホがいいかっていうのは言えないところっていうのはあるかもしれないんですけれども、ステッパゴンの場合はかなりスマホの設置っていうのも実際にやってみないと分かんないなっていうところはやっぱりあると思います。でこのマックスに関しては私はこのステッパーゴンで使うということにおいては、このステアリングのこの真ん中、自分の進行方向、この前に置くのがすごくいい。かつ、横にして設置するのが一番使いやすいと。まあ、いうことで、まあ、私は判断して使ってるんですけれど、これはすごくいいと思います。ただ、動画を見るということにおいて、すごくいいかなって思っています。で、それ以外のところにおいては、やっぱりこの、デザートベストの方が、まあ、僕はすごく使いやすいなっていうところがやっぱり正直なところあったりします。まあ、横に向けて見ることもできるし、こういうのに縦にして向けて見ることも、まあ、当然できると、まあ、いうこともあります。でカーナビにかからないこの高さ、これ低すぎちゃうと今度カーナビにかかっちゃうっていうのがあります。なのでこのマックスイン低いっていうのはいいんですけど、ステアリングの前に置くという意味においてはこの低い位置っていうのはすごく生きるんですけれども、他の位置に置いてしまうとエアコンの吹き出し口に当たったりとか、このナビの画面に引っかかっちゃったりとかっていうのがやっぱりあったりするんで結構難しかったりします。なのでまあ私はこれがこの形状に関して言うと真ん中が一番いいかなということで一番使いやすいかなと思っています。ということでこちら実際に私これドライブしながらこのスマホホルダーのまあ利便性、スマホホルダーのまあいいところ悪いところについてまあご紹介をしてきました。
で、最終的に私の所感ということで、まあデザートウエストとのそのね、デザートウエストとの比較でっていうことで言いますと、私は動画を見るとか、携帯を横に向けて見たいといった場合なんかは、このマークスウィンのスマホホルダーすごくいいなって思いました。で、それ以外に関して、縦にしたい場合、あとは待ち受け画面としてスマホを置いたりとか、携帯、充電するために置くといった場合なんかは、こちらのデザートウエストを使うと、まあ、いうのが、まあ、すごくいいかなと思いましたので、まあ、この2つを使い分けていくことによって、まあ、すごくいいんじゃないかなって、まあ、正直思ったところです。ただデザートウエストも悪いところあって、やっぱりこういったインパネの上のところにこう置きますんで、少しこう出っ張り感っていうのがあります。でも、マックスインっていうのが、マックスインのいいところっていうのは、この出っ張り感が全然ないっていうことです。まあ、このような形でツル状になってるので、こういう感じで下にこう置けるということがありますから、すごくこのインパネの上がフラットになってて、すごく見渡しが良くて、障害物がほとんどない状態なので、まあ、見渡しが良くて、ドライブがすごくしやすい環境作りができるというところが、すごくこのマックスインのスマホホルダーのいいところなのかなと、まあ、いうことを今回感じた次第になります。はい。ということで、今回こちらのマックスインさんからご提供いただきました、こちらのスマホホルダー。こちらの商品の詳細は概要欄に貼っておりますので、ぜひ興味のある方はご覧になってみてください。また最後になりますが、チャンネル登録、高評価をいただけますと、今後の動画運営の励みになりますので、ぜひよろしくお願いをいたします。それでは失礼をいたします。